どうも、ショイテビです。ヨヘです。はい、よろしくお願いします。はい、本日は先日購入したドナイヤのグローブ、まあ、自分で湯もみしたので、ちょっとキャッチボールとやっていこうかなと思います。どういう感じの片付けしましたか？親指を、結構硬いんですよ、これ親指が。親指を使わないでこっちで取るような片付けで、まあ理由が、人間の指ってここに一番筋肉があるので、まあ、ちょっとだけでも動かせるような方になれば親指も少しは動くよっていうような片付けもあるよっていうのを教わったので、まあ、ちょっと試していこうかなと思ってつけた方になります。で、なんで親指がかなりしっかりしてるのと、さらにしっかりさせるためにホールドレースが入ってるので、まあ、親指かなりピタッと止まって、こういう風な手の動きで、あれ買った時なかったよね。はい、モンタナさんにつけてもらいました。いつの間にこいつ、いつの間にさらっと、はい、やってんな。モンタナさんでつけられるので、ぜひつけたい方はモンタナさんへ行ってください。そうですね、まあお揃い、今日はお揃いキャップということで、はい、翔平キャップです。サングラスしちゃったけどで、まあ本当にこっちも閉じずに、ただこっちだけで取るようなイメージの片付けをしました。で、湯もみした後にオイルちょっと塗って、井端選手がやってた片付けじゃないですけれども、少し塗った状態でまたスチーム入れて乾しも見込ますみたいなのを少しやって完成した方になります。キャッチボールをしていきます。はい、というわけでやっていきましょう。グッ。あ、まあ、まだちょっと動きますね。あ、やっぱ遊ぶな。まだ俺が遊んでる。いやいやいや、グローブだ。行きますね、やばい。まあ、今までやったことない方なので、ちょっとまだ難しいかなって使用するのが感じなので、ちょっとまだ若干グローブの中が遊んじゃってます。おー、いい音。うわー、いいいいね、今めっちゃいい。前のスラッガーとかスタンドとか違う。はい、あ、違いますね。もうしっかりとこっちで取るような深いところで取るんですけれども、まあ、若干斜めにつけてるので、ボール自体は取り出しやすいよっていう方になってます。うん、まあ、ウェブ下で取ってもすぐにボールが見える位置にあるので、握り替えも少しはしやすいんじゃないかなと思います。おー、いい、曲がってる。美しい、美しい。アンダーとはアンダー。あぶねー。カメラ一発だった今。あぶねー。衝撃映像ね。マイクあたり。頼むよ。両方よりいいんじゃない。まあまあ、それは。そこまで下じゃないですよね。それもっと下っす。僕意識してるのはやば、もっと下か。うん、まあ、もうちょい下になる。いや、無理だ。あー、無理だ。あー、別な動画になっちゃってる。あー、まだやっぱ出るな。ちょっとまだ完成しきれてないですね、ポケットの方が。ちょっと、さっき投げて枠いい。なんで分かった。投げて枠いい。投げ終わりでここまで抜くよ。あぶね。これ誰ですか。枠全然違うでしょ。わけ知らん、あんま、フォームわかんねえ。抜けてんの。あ、くそ抜けるな。カメラ怖い。モノマネ大会じゃないと。モノマネ大会じゃないよ。
あーやべ、難しいですねこの肩使うの。やっぱずっと親指を動かしてたスラッガーのようなグローブ使ってたので、まあ、こっちも慣れていかないとなと思います。はい、今やってきたんですけど、まだちょっと難しいですね。僕ふにゃふにゃぐらいのグローブが結構得意なんですけど、まだちょっと皮自体が柔らかくなってないっていう、その関節はできてるんですけど、まあ、皮がまだ柔らかくなってないんで自分の手に合ってないっていうのがあるので、まあ、どんどん使っていって自分の手の一部にしていこうかなと思います。大事にしてください。はい、というわけで、はい、新しく買ったドライヤーのキャッチボール、まあ、使用感を確かめていきました。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではよっしゃよっしゃ。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジいつの間に、まあ、さらっと話だってよ、だってよみんな。僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹、そう、右手握力だけだるぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いのは痛いですね。下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、衝撃吸収。ああ僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。この間スポーツ王で石橋さんがつけてました。はい、そういった竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだプチなんです。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついついちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい売りつくろう。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい。で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい。スプリントするグローブはこれプラスこちら。見事。これはい。Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何種類です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Kill